さあそれでは今日のハイライトを振り返りたいと思います。今日のホークスの先発はドイルでした。その立ち上がりです。ツーアウト二塁からホワイトセルにライトへのタイムリーツーベース。今日の試合はまずマリーンズが1対0先制します。一方のマリーンズの先発小野の立ち上がりワンアウト二塁から3番内川がセンターオーバーのタイムリーツーベース。ホークス1対1の同点に追いつきました。3回の表です。ツーアウト1塁2塁からサブローがレフトへタイムリー。これで2対1マリーンズが勝ち越しに成功します。4回です。ツーアウト1塁から岡田がレフト線へのツーベースヒットで2塁3塁。このシーンです。ここでドイルを秋山監督は諦めて2番手吉川にスイッチします。その吉川が2アウト2塁3塁から3番の井口を空振り三振に切って取ってピンチをしのぎました。4回の裏です。2アウト2塁からホークス2塁ランナー長谷川が三盗を試みます。キャッチャーからの送球をサード今井がエラー。その間に長谷川がホームに帰ってきて2対2の同点に追いついたホークス。マリーンズは痛いミスが出ました。6回の表3番手の金沢、この里崎のサードゴロ、明石がナイスプレー。今井をセカンドゴロに打ち取ってツーアウトとして、最後は鈴木空振り三振、三者凡退に抑えました。そして7回には4番手の森福がマウンドに上がります。まずは岡田を空振り三振、井口をセカンドフライに打ち取った後ホワイトセルも空振り三振、三者凡退。そしてマリーンズは8回まで小野がマウンドに上がります。本田見逃し三振、明石はショートゴロ、そして内川もショートゴロ、三者凡退に抑えます。マリーンズとしてはこの小野の力投に応えたかったですね、打線が ね、はい、もったいない試合だったですよね、はい。そして9回は6番手の岡島がマウンド上、ツーアウトランナーなしから岡田を見逃し三振、三者凡退に抑えました。試合は延長に入ります。延長の10回の表です。7番手の藤岡、ツーアウト1塁2塁から根本をファーストゴロに抑えまして0点に抑えました。そして延長10回の裏です。マリーンズは3番手薮田がマウンド上、この回先頭の柳田、高めのまっすぐ振り抜きました。打った瞬間にそれと分かる第3号サヨナラホームラン。この柳田は2試合連続のホームラン。この一発で3対2でホークスがマリーンズを下しています。